編集ミスしてんじゃねえかー。なんだ、うるさいぞ。皆様、前回の動画の食事の時間でがっつり編集ミスをしていてすいません。編集ミス、何のことを話しているんだ、な。まさかしらばっくれるつもりなのかい？いや、本当に何の話をしているのかわからないんだぜ。私たちは刑務所の中にいるんだぞ。編集、一体何のことだ？こんな薄情なやつですいませんね。私がマリサの分も謝っておきます。うぷ主です。前回はかなり大きなミスがあったのでここで謝罪させていただきます。今後は起きないように入念に動画のチェックを行いたいと思います。自由時間だよ。おはようございます。おはようございます。また今日も騒がしかったけど、二人とも何の話をしていたの？謝罪ごっこです。何？僕に謝罪してくれるの？私なんか飯塚さんに謝らないことありましたっけ？そういう風な言い方されると無限にあるような気がするけど。じゃあとりあえず謝っておきます。さあせんした。逆に怒りが溜まってきたんだけど。お前、それは謝罪として誠意がなさすぎるだろ。では二人とも、自由時間だよ。了解です。わかりました。ってことでおふざけタイムはこれでいいか？はい、問題ありません。今日は霊夢に監視塔に忍び込んできてもらおうと思う。うわぁ？行っちゃいますか。この序盤に。序盤って言ってももう9日目なんだけどな。よし。じゃあ行ってくるよ。鍵はお前に渡しているんだっけか。受け取ったわず、大丈夫。それじゃあ健闘を祈るぜ。よし、まずは地上に出ないとね。しっかり鍵を回収して。よし、行きましょうか。今あそこの通路を通っていたな。監視長がいる右側の塔は入れないから逆側の塔を探索するってことだな。確かここだったよね。地上に登れる場所は。少しずつだけどこの地下水路も把握してきたよ。さあここからドキドキの時間だ。監視に見つからずに塔に忍び込めるかな。今は、いけるか。両サイドにチェストがある。まずはこれらの中身を確認していこうかな。あ、松明をゲット。それ以外は何もない。じゃあ反対側も確認しておこう。お、棒と焼き鳥が入ってた。棒は木材が手に入っていない今としては結構重要なアイテムだね。下のチェストはこれで終わりか。じゃあいよいよ上に行ってみるか。さあここから内部っぽいよ。ひとまず監視は近くにはいないね。うん、なんだろうこのチェスト。厳重管理。うおお、めちゃくちゃ骨粉入っている。これは宝の山ですね。まあでもワンストックだけでいいか。骨粉以外は何かあるかな。今監視長がいないこっち側は。西の監視塔。なるほど。どの道中に入るのは鍵が必要ってわけね。ってことは今飯塚監視長がいる反対側も鍵が必要な可能性が高いね。っていうかここに本があるじゃん。緊急事態の対応。刑務所内で火災などが発生した場合、監視長は原因を確認し、安全を確認する。自由時間、食事、刑務作業をしていた囚人は房内待機とする。なるほどね。これも何かに役に立ちそうな手がかり。っていうかそろそろやばいかも、水路から戻る時間も考えたら戻らなきゃ。あ、監視塔通路渡っているな。霊夢は、時間までに戻ってくるのか。やばい、水路に入るのに手こずった。焦るな。落ち着け。焦るな。きっと監視はまだ来ないわず。
おいおいおい、霊夢来てないのに監視来ちまったぞ。なんとかごまかして時間稼ぐしかないか。自由時間終了だよ。あ、幹事長、この辺雑草がすごいですよ。あ、そういえばこの辺生えてきちゃったんだよね。定期的に雑草を取らないと景観が悪くなっちゃいますね。そうだね、清掃員に頼んでおこうかな。って待って、囚人が抜け出している。え、どこですか？ここだよ、普通に抜け出してきている。こいつはやってますね。なんとか無理やり入れましょう。もう、油断も隙もあやしないね。とんでもないやつですよ、ここから逃げようとなんて思うんじゃねえ。まあそのセリフマリサが言うってのはあるけど。ふう、なんとか閉じ込めた。とんだ災難でしたね。はいはい、じゃあ食事の時間だよ。お、食事の時間だ。ちょっとハプニングがあったから食事の時間が遅れちゃったよ。それじゃあ二人とも刑務作業の時間までに食事を済ましてねー。了解しました、OK です。おいおいおい、マジで危なかったぜ。いやー、結構長めに探索しちゃってたね。でもおかげさまで骨粉が手に入りましたよ。おお、これで敷地のどこかで花を咲かせられるな。自由広場の鍵と一緒に渡しておくね。骨粉以外は何かなかったか。左右の監視塔、あそこに行くには鍵がまた必要だということが分かった。なるほど。あと、緊急事態の監視の動きっていう本がありまして。緊急事態時は監視は囚人の安全を確認して房内待機にさせるとか書いてあった。緊急事態時、房内待機。だから意図的に何か起こせば房内待機にできることはできそうだよね。なるほど。でも現状房内待機にしてメリットってあまりないよな。トイレの下もひび割れた石レンガで閉ざされているからね。今回の骨粉で石のツルハシまで射程圏内には入ったけど、制作まではもうちょい時間かかりそうだな。花と木材を交換してその後自由広場の噴水の下の丸石を確保するって流れよね。よし、やっとうまくいってきたぞ。終了だよ。あ、今日はちょっと早めですか。脱獄ハプニングがあったからね。あいつのせいで私たちの食事の時間少なくなったんですか。そういうことだね、だから文句はあいつに言ってね。今日の刑務作業は何ですかね。今日は畜産の刑務作業をやってもらうよ。また畜産ですか。この前動物の数を少なくしすぎたから、今日は増やすのに専念してほしいかな。なるほど。じゃあ二人とも部屋に入ってねー。了解です。今日は剣を使わなくていいってだけですよね。そうだね、基本的にはやることは変わらないよ。じゃあ二人とも刑務作業頑張ってねー。今日はどうしますかね。ちょっと私行きたいところあるんだよな。あ、じゃあいつも通り刑務作業進めておくね。オッケー、頼んだぜ。監視長はいないな。というわけで今日行きたいと思ってるところは、前回、特別資料室と特別倉庫のドアを管理室で開けたんだよな。だから実際に入れるようになっているのか確認しに行きたいんだぜ。まずは3階まで行って渡り廊下みたいなところを渡らないといけないんだよな。ここは違ったか、この一個下だっけか。あ、鉄格子が完全になくなっている。よし、ここは一体何があるんだろうか。お、腐ったパンがあるぞ。なんでこんなところにあるんだ。特別資料室っていうくらいだから何かしらの手がかりはありそうだが。あ、案の定本があったな、見てみるか。特別倉庫、保管場所、A50、双眼鏡、B9、サドル、D44、松明。特別倉庫に保管する都度、このメモは更新するように。なるほどな。今から特別倉庫に行く予定だからこの情報はありがたいな。おそらく前の巨大倉庫みたいに大きな倉庫なんだろう。いっぱい食べていっぱい増えなさい。そして霊夢軍団の一員となりなさい。
こっちも同じく鉄格子が取れている。よし、さっきのメモを元に探してみるか。まずは双眼鏡だったな。お、これであの双眼鏡が手に入ったぞ。念願すぎるなこれは。サドルもゲット、これは何に使うんだろうか。松明もゲットだぜ、こいつはいくらあっても困らないからな。さて、いろいろ収穫もあったし買えるか。ここから刑務作業場までちょっと遠いからな。戻ってきたぜ霊夢。おお、どこに行ってたの？特別倉庫、特別資料室ってところに行ってきた。おお、なんか名前的に凄そうな場所に行ってきたね。いやー、いろいろなものが手に入ったぞ。これを見てくれ。うん？あ、それは伝説の双眼鏡では？そうだ、巨大倉庫にあったんだぜ。これで遠くの何かを見ることができるようになった。双眼鏡が必要な状況あるかな？それはまだわからないな。あ、あとサドルも手に入ったぜ。サドル？金久保幹事長の馬にでも乗る。確かに乗ることができるなこれで。でも乗ってどうするかってとこだよね。まあそうだな。金久保幹事長の馬に乗れるからなんだよって話だよな。終了だよ。あ、わかりました。作業の進み具合はどんな感じ？あれ、思ったより動物の数増えていないね。あ、間違えて倒しちゃってましたね。あ、幹事長の話聞いてないやつじゃん。まあ全滅していないだけいいけどさ、ちゃんと僕の言ったことは守ってよね。ガチ説教されてるじゃん。さあ戦した。その謝罪めっちゃ腹立つ。今日の朝と同じ謝罪だな。これぞ相手をイラつかせる謝罪である。謝罪の役割を果たしていなくてくさ。じゃあ二人とも棒に入ってねー。はい、了解です。それじゃあ明日の自由時間まで待機だよ。というわけで今日は霊夢がコップンを手に入れてくれたから、次回敷地で花を咲かせてリサイクルボックスに入れてきたいよな。いやー、今日は緊張しちゃいましたよ。まあ遅れはしたが、ナイスプレイだったぜ。あとはさっき手に入れた双眼鏡とサドルの使い道も探していきたいっすね。そうだな。その辺も模索していきたいな。それじゃあ今日はこの辺で寝ますか。そうだな。おやすみだぜ。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。